せーの、恋愛節。こんにちは。こんにちは。この番組は恋愛作家の店長と疑似恋愛の先生、さらに不安なので石坂さんにも助けてもらいながらお届けします。最後までお付き合いください。はい、はい、今週がですね42回目の放送です。はい、どうです、42回目。そうですね、42回目ですね、なんか心もそんなに良くないしなんかみたいなね、特にコメント思い浮かばないですね。ですよね、すごいね。でもね42回、そうだね、ようやってきたね、これちょっとはい、一つちょっとテーマっていうか、まあちょっと余談話を、はいはいはい、今逃げ恥を見ていて、はい、で逃げ恥の、まあ、先週、うん、先週今週かな、はい、今週の放送で、うん、まあ2人が何、ですかね、疑似の新婚旅行に行くんですね。でそこに行って、で、はい、なんか2人ちょっとぎこちないままいろいろとなんかそこのシチュエーションを楽しみながら、で最後の電車で、はい、星野源が、あと一駅、このまま着かなければいいのにっていうシーンがあって、これなんかなんだろう、すごく共感するなって、わかる？やっとデートにありつけて、で好きな女性を誘い出して、でなんかいろいろね楽しいなんかこの時間を過ごして、帰る時ね、このまま着かなければいいのになってわざと遠回りとかするさね。なんかそのシーンをちょっと思い出してから、なんか非常にわかるなっていう。でそれはなんかね、星野源だけじゃなくて、ガッキーも同じようにこのまま着かなければいいのになみたいな、ね、同じように思ってるんだ。そうそう、お互い同じようなのを考えてるんだけど、はい、このシーンが非常に良くて、なんかなこれをちょっと喋ろっかなみたいなね。はいはい、であとちょっと1分あるからもう1個だけ話したいんですけど、はい、まあ店長が好きなバックナンバーの清水優里さんの昔のブログをちょっとご紹介するんですけど、はい、昔のブログで、うん、男は目で恋して女は耳で恋する、なんかちょっと深くないですか。男は目で恋して女は耳で恋する、でそれがなんだろうな、なんかまあ世間一般的に結構言われてるらしくて、でこの清水優里さんが好んでいた女性から、まあ優里の声がいいよねっていう、まあ優里の一番どこがいいって言われた時に声がいいなって、この時はなんか声かみたいな、はい、ちょっとショックだなって思ったけど、でもなんかこの言葉を知った時に、はい、本当に自分のことをなんだろうな、よく見てくれてたんだなみたいな、声がいいってことは耳で感じてるんでしょ、だからなんか最高の褒め言葉だったんだな、振り返ってみるとみたいなのをちょっとブログで書かれてたんですけど、この清水よりも歌を歌ってるから逆にそこをいいって言ってくれたのかってこと、自分の特技をいいって言ってくれたってこと。特技っていうかなんだろうな、女の人は耳で恋する、うん、ちょっと長くなった、はい、はい、あんまりなんだろうな、はい、そこについて深く掘り下げてもしゃあないんで、今のは番組を紹介してください。じゃあこれだけ覚えといてよっていう、恋愛節やりながら、はい、女は耳で恋をするっていう、耳です、男は目で恋する。だから店長なんてもう最初の第一印象っていうか、まあ、美人か美人じゃないかで恋がスタートするから顔しか見てないんだよね。そう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 、顔しか見てないんだよね。顔しかっていうの顔しかっていうの顔じゃないわ一応心で見てる。はい、はい、ちょっと余談が長すぎましたね。はい、はい、この番組は毎週土曜4時半から5時までの30分番組です。実際は収録放送のためリスナーさんとは時間がずれていると思いますがご了承ください。ただしネタがなくなり次第ツイキャスを取り入れてメッセージは拾いません。拾います。拾うの？まあ、メッセージしかないんだけどね。はい、番組の内容としてはリスナー参加型となっており、はい、恋がしたくなるコーナーをメインとし皆さんと恋愛のトークで盛り上がっていきたいと思います。まあ、これもちょっと絶妙だけどね。はい、メールアドレスは797@fmギノワン.com まで送ってちょうだい。ちょっと時間過ぎすぎたね。はい、はい、CM でーす。ギノワンヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しいギノワンの楽しみ方がきっと見つかる。ギノワンヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、ギノワンヒルズ通りに遊びに来てね。軽自動車の時代、ゲーガマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、ゲーガヤッシャイビンド、
長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。続いてはメインコーナー、恋の妄想。イエーイ。じゃあ先生から答えていい？何を？回答言っていいもん。ぶっこんできたね今な。回答言っていい？またやだ、焦るな。今日がっつり作ってきたから。月間ぶちコーナーでいっぱい喋らすよ。はい、いきますよ。ぶちコーナー考えてないんですけど。はい、いきます。はい、このコーナーは恋愛作家の店長が空想により考えた恋のシチュエーションをお題として、我々2人がお題に対して答えていきます、はい、その後答えた内容を石坂さんに選んでもらい、良かった点悪かった点について議論し、恋愛節へ出世してもらうコーナーです。ただしこのコーナーはラブメールなしではいずれ廃止となります。本当にラブメール来ないね。今ふと思ったけど、誰か率直な意見を言えって。これをまあ約40回ぐらい言ってるけど、ね、本当に来ないね。ラブメールはないね。恋愛節だからな、ちょっと愛のあるメールが欲しいんだけどねっていつも思うんだけど、まあまあそこら辺に期待してない、うん、ただね、自分で書いた紙をただ毎回読んでるだけなんで、うん、もうそこに対する思いがだんだんなくなってきてます。なんか言わんか感想、感想なんか言わんか、ただ俺がなんか急に感想やさぐれて愛終わりましたみたいな、なんかそれしか聞こえない、想像しか聞こえなかった ね、 ね。やさぐれないでとかでね、なんかあるでしょ。諦めないで、諦めてるよ。はい、行きます。はい、プチコーナーね、はい、はい、6月の月刊プチコーナーなんですけど、はいはい、同棲したらやってみたいこととはっていうでね、まあちょっと、はい、店長が逃げ始めてて、はい、ちょっと同棲したら何かやってみたいかなみたいなね、そっからのちょっと延長戦の、まあ、月刊プチコーナーなんですけど、はい、どっちからいきましょうか。んー、じゃあ店長からで。あ、いきますか。じゃあ考えときます。じゃあ自分は、はい、なんだろうな、まあなんか同棲してて、で女の人がご飯作って、でご飯をテーブルの上に出してから自分ソファに座ってるんですね、でごめん横座っていいみたいなね、でそれで横に座られて、うん、ご飯どころじゃなくなるみたいな、そういうのをやりたいかなみたいなね。うん、なんだろうな、うんうんって聞いてたけど、うん、違う、ご飯どころじゃなくなるっていうのは、なんかとっさの、なんだろうな、横に座っていいっていう、うん、なんか別に言わなくてもいい言葉を、うん、とっさに投げかけられて、うん、横にふって座られる感じ、あ、そこでドキッとするみたいな、もうそこでドキドキしてから、なんかそういうのをやられたいなってね。あ、こういうの結構ドキドキするんか。なんかシンプルに、普通に座ってこられるよりかは、うん、なんかちょっとかしこまってね、ちょっと横座っていいみたいな感じでパッて来られる感じの方が俺は好きだな。どっちがドキッとするかな。急にパッて座られるのもドキッとしない。だ、一応もう同棲してるから、それはちょっと半分日常的なね。そうだね。だ、少し変化球を、与えるっていう意味で、なんかいきなりこういう風にやられるとちょっとドキッとするなと思って、ね、あ、そうや、逆に普段はパッて座るものがこうやって聞かれたら逆にドキッとする、ね、そう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 、もうこれこそご飯どころじゃないよね、美味しいって言われて、いや味わからんみたいな、ね、今ちょっとただいまコロナ中なんでみたいな、ね、すごいな。店長忙しいな。もし同棲者忙しいな。飽きないね。多分彼女より喋ってるからね俺のね。次先生行ってみようか。はい、どうぞ。なんだろうな。なんだろう、まあ、2人で飲みに行くとか。同棲したらって言ってるよ。意外に人、僕に結構まあ、行こうって言って行って飲んで、ゆっくり飲んでる時に、あ、なんか幸せだなって不意にふと思いそうだなと思って、って言ったらまた賢人に突っ込まれるかもしれないけど。はい、まあ、このコーナー自体ね、もともと期待してないコーナーだからね。すいません、うん、ちょっと俺らのね、緊張感を高めようだけで入れてるコーナーなんで、はい、はい、お待ちかねの本題に入っていきたいと思います、はい、いろいろですね、はい、本題の恋の妄想第2章なんですけど、はい、うん、お休みとか、うん、まあ、番外編とか、うん、いろいろ挟んでですね、はい、ちょっと忘れかけてる方も多いと思うので、はい、まあ、前回の復習なんですけど、はい、ですね、前回はですね、うん、まあ、もう彼女とお別れして、うん、で明美さんも彼女も切った状態で、うん、まあ、コロナの影響でね、うん、まあ、世間はもう自粛自粛って言われてる中で、うん、この
主人公クズオも自粛していて、うん、まあ、自粛期間にこの2人の女性を考えないでね、主人公つい名前クズオになったんだ主人公ちゃんと名前つけなければよかったなって今になってちょっと後悔したんですけど、あ、そうだね、もう第一章からずっと僕とか、そう、そうなんですよ。でそれはなんでかって言ったら、はい、まあ、店長と先生がその本人たちになりきるから、うん、あえて名前はつけなかったんですけど、そうだね、聞いてる人もね、はい、自分に置き換えてみたいな感じで、そう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 。で最初の頃はなんか我々も回答を石坂さんっていうね、うん、女性を石坂さんに例えてよくね、うん、お話ししてたからあれなんですけど、まあ女性はちょっと名前つけたんですけど、うん、我々の方はちょ待って脱線しすぎてから何の話してたか忘れただろもういいよ、あらすじなのに振り返りすぎたね、突っ込まないでいいや、あの第一章から話になってしまったね、そうそう、ね、そういうのがあって、はい、でまあ、うん、その自粛中にお互い、まあ、2人の女性を忘れようと思って頑張ってた時に、あけみさんから突然メールがあって、はい、で、まあ、久しぶり元気みたいなのがあって、うん、軽い感じでね、そう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 、うん、またねこのクズオ君のね、うん、心に火がついてからよしっていう、ね、スイッチが入って今日合格するぞみたいな単細胞だねいやじゃなければな、彼女いるのにあんなデーデーしないよな、クズオ君幸せもんだねでもあの生まれてきた以上ね、別に人に忖度する必要はなくて自分が楽しいように生きた方がいいと思いますよ、はい、いいと思います、ちょっと脱線しすぎて説明になってるかですね、でそれからの続きです、うん、はいはい、メールが来て、まあ、そのメールにどのように返しますかで、うん、前回選んでもらったのが一応店長なんですよ、ヒロイン石坂さんが選んでくれた内容は店長だったんで、うん、まあ、それを元にしてその後のストーリーを描いてるんですけど、うん、それをちょっと早速読んでいきましょうね、はい、で今日のお題が、うん、クズオからの脱皮かっこわらですね、うん、読んでいきましょうね自分で笑ってるし非常に入りが違う、今我々ヒロイン石坂さんがちょっとリアクションになったんでそれにつられてちょっと笑ってしまっただけです、はい、行きましょうね、はい、はい、あけみさんからのメールで、はい、今まで我慢していた気持ちが抑えきれなくなり僕は告白するためにお誘いのメールを打ちました、お久しぶりです、自分もあけみさんのことを考えていたのでタイミングの良さに驚きました、今あけみさんに会いたくなりました、会いたいですとメールを送りました、ドキドキしながら返事を待っていたけどその日あけみさんからメールが返ってくることはありませんでした、翌日いつもよりも早めに目が覚めてすぐにメールを確認したがやっぱり返事はありませんでした、僕は諦めて忘れることにしました、仕事を終わらせて帰ろうとした時メールが入ってきました、急いでメールを確認するとなんとあけみさんからでしたなんてね、はい、メールの内容、なんでここだけ感情入れたごめんごめんちょっとどんなもんかなと思ってねみんな今ちゃんと聞いてたのにメールの内容ですね、はい、返事遅くなってごめんなさい、正直言うと会うかどうか迷っていました、でもなんとなくこのまま会えなくなるような気がしててんてんてん、なので19時にいつもの場所で待っています、わがままでごめんねのメールを読んで急いでいつもの場所へ向かいました、いつもの場所について久しぶりにあけみさんと会うことが久しぶりにあけみさんと会うことができました、ちょっと文章おかしいな、うん、はい、しばらく会っていないせいか前より美人になっていました、それはまるで恋をして綺麗になっていく女性でした、少し気まずい雰囲気の中あけみさんから彼女とお別れしたのと言われて僕はドッキンしましたが勇気を出して告白することにしました、ではあなたはあけみさんにどのように思いを伝えますか、現在クズ男ではないのでそのブス顔で頑張って告白してくださいっていうね、はい、ブス顔で頑張りますまあ元々がブス顔だからなどんなに頑張ってもブス顔っていうねでですね、ちょっと今回、はい、まあもうあと我々の放送も5回になってて今日合わせてですね、はい、でまあそれでちょっとなんかまあいろいろと作家としては思いをちょっと込めて、うん、まあ、いつもの流れと違ってですね、うん、今回、まあヒロイン石坂さんの方に彼女とお別れしたので、うん、その後に我々の方から答える告白の文章を読んで、うん、はい、でそれをですね、あけみさん目線から、うん、まあ何ですかね、振るのは決めているんですけど、まあ、うん、OK、あけみさんは、うん、告白を受け入れるつもりはない、うん、どう言われても OK はしないって、うん、もう最初から決めてるってこと、そうそうそう、うん、でも OK はしないけど、うん、でも女性側としては、
なんかどう言われた方がやっぱね、うん、あの受け入れはできないけど、うん、どういう風な告白をされた方が嬉しいかっていう目線で選んでもらってですね、うん、もう断る前提でも嬉しいのはどっち、そう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 、そういった内容でちょっと、うん、難しいな、ちょっと難しいんですけどまあそのなんか微妙なニュアンスを頭に思い浮かべながらジャッジしてもらって、はい、で見事勝った勝者の方にもう一度勝った内容を読んでいただいて、はい、で我々ヒロイン石坂さんの方にこの断りの言葉をちょっと考えてもらってですねそれをちゃんと言われる、はい、断られるの、ちょっとで言われるんですけど、まあその後に女心はこうだよね、でも男心としてはこういう風に言われたいなみたいなのを最後ちょっと討論しながら、断り方とか、はいはいはい、残り3秒っていうぐらいまでちょっといろいろと喋りたいなみたいなね、そういう形にちょっとね、もう最終回前なんで、うん、ちょっと気合い入れていきたいなと思って、はい、ヒロイン石坂さんにとっては迷惑かもしれないけど我々にとっては非常に参考になる回なので、ね、巻き込まれてしまってすいませんが、はい、そのようにちょっとお願いしていきたいんですけど、はい、今日は先生の方が一応いろいろ考えてるみたいなので、はい、先生の方から先に行きますか。あ、じゃあ行きますか、行きますか、じゃあヒロイン石坂さん、彼女とお別れしたのの言葉を発信してもらって我々その回答をしていきましょうね。はい、じゃあ先生の方から大丈夫ですか。はい、はい、何この目がトローンとした感じで、はーいっておいはい、じゃあすいません石坂さんお願いします。はい、彼女とお別れしたの。彼女とは別れました。今の僕の中にはあけみさんしかいません。僕はいつの間にか夜も眠れないぐらいあけみさんを思っていました。眠っても夢の中で探すぐらい思いは募っていました。全部伝えたらこの関係壊れそうで、でも友達のままでは辛いから明美さんに聞いてほしい。大好きです、大好きなんです。それ以上の言葉をもっと上手に届けたいけど、どうしようもなく溢れ出す思いを伝えるとやっぱり大好きしか出てきません以上です。はい、これ何かのパシッカーあれだな。まるまるパシッカーパクってきたな。俺すぐ今分かってる。補足なんかあのパシッカーの補足でもある。必要ですか。あ一応あのちょっと一応、まあ、これは一応パクったら面白いかなと思っただけなんですけど、たまには先生もやってみようかなと思って。ただ一応これこの結構これストレートされ。あ、まあまあまあね。モンキーモンキーの告白なんですけど。いいですよね。ねドストレートで。で結構今のあの明美さんとの関係って結構複雑になってるじゃないですか、うん、はいはい、複雑っていうかまあちょっと入り組んでて、うん、っていう状況で、だからどっちにしようかなと思って、うん、まあ、それを考慮しながらちょっと大人な感じで答えていこうかなと思ったけど、うん、意外にそういう時だからこそもうまっすぐに言葉を伝えて、まあ、うん、まあ、もう本人も多分まあなんていうのかな、受け入れてもらえるとは思ってない状況でしょ多分、うん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 、状況的に、うん、ゴールはないからね。だったらもう最後ぐらい自分の素直な本当のまっすぐな気持ちを伝えようっていう意味でパクりました。最近パク屋が多くなって、もう見事2人中2人パク屋になってるからね。2人目でしたね今まで頑張ってたんだけどなたまに面白いかなと思ってでもね、この告白っていう曲ね、はい、本当にあの素直にいい曲を、そうそう、いい歌詞を書いてると思います。真っ直ぐな曲って何かなと思って、うん、これはとってもいいなと思って、うん、はい、はい、じゃあ曲パクった後に、ね、俺もパクってはないんだけど、なんか普通に自分の言葉を並べて喋るのが恥ずかしいなってちょっと思うんだけどとりあえずやらないとね、番組はね。パクったの、はい、パクってないよ、パクってないからいい言葉並べた後に汚い言葉並べるの嫌でしょ、わかる。ああ、こっちはプロが作ってるから、ね、こっちはプロが作ってるだいつもね、ゆうりさんのね歌詞をパクってるけど、あれはかっこいいさね。今回はちゃんと自分で、今回はちゃんと自分でね。おお、じゃあ楽しみです。余談が長くなるとテンション下がるんで、はい、はい、早速行きましょうか。はい、はい、じゃあ石坂さんお願いします。彼女とお別れしたの。自分自身に素直になるため彼女とお別れしました。これ以上悩んでほしくないので最後にします。僕はこの先もずっと明美さんが必要です。なので付き合ってください。僕が必ず幸せにします。にしました。
なんか一応シンプルにね、もう結構まっすぐだね。でしょ、うん、ちょっとイオリが降りてきたかなぐらいのね感じで。そこまでではないけど。あ、違うか。もうちょっと褒めれや。まあね、あのね、いろいろね、うん、尊敬してる人が尊敬してる人だけにあってね、うん、ちょっと言葉を選んできましたけど、はい、でもやっぱな、歌詞を並べられてよ、うん、それと対決するっていうのちょっと酷だよな。何がどうあっても勝てないだろう。これをどう捉えるか石坂さん次第やけど、まあ、俺はね広いで、万が一俺が選ばれてそれを断られるっていうシチュエーションはもう本当に悪夢だよね。ちょっと俺思ったよ。あ、そう、そこも思ったんだよ。だからあれ、どうせ振られるんだったらこれぐらいまっすぐ行ってバンって断られた方が、あの、まあ、客観的には面白いかなっていう。でもこれ歌詞からパクってるさね、傷が浅いよね。こっちは本気の言葉で選ぶ。自分で考えてる。傷が深いよねこの文で。その傷の深さでどうなんだろうっていうね。じゃあ今日は店長かな。ダメだ。これ番組上でやらせません。どんなですか、伊坂さん。一応は決まりました、今の茶番してる間に。はい、じゃあ、はい、なんかあるんでしたら、はい、ただ答えるあれが見つからない。あ、その後が、はい、ジャッジの後が、はい、まあ、女性がなんか告白して断るって、まあ、一応とっさに告白されてるんで、うん、まあ、理由はどうあれ断る時の言葉ってことだよね。断り方とか、うんうん、ちゃんとなんかなんていうんですかね、告白のセリフにしろ、うん、自分のお箱の言葉ってあるじゃないですか、ごめんなさいとか、ああごめんなさい、まあそれはまあありきたりだけど、うん、なんか言いやすい自分の言葉って多分あると思うんだよね、うん、告白にしろ断るにしろって、すいません日本語が分かりませんとか。あれ俺チャイニーと話してたみたいな。じゃなくて、うん、そういうのじゃなくて、なんかね言いやすい言葉とか、うん、まあとっさに思いつく言葉をパッて並べてくれればなっていう、うん、あ、分かりました、はい、それぐらいでいいですかね、はい、大丈夫ですか。ね、その後に、まあ、ちょっとね余談でいろいろ喋ろうかなって、あと1分しかないんだよな、はい、やっぱちょっとあれだな。まあいいや、これあれだよね、曲の分もあるよね。そうだ ね、 だね、曲の分も含めてだね。はい、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあドラムロールお願いします。急ぎましょうね、はい、急ぎましょうね、はい、ドラムロール鳴らします。はい、店長。これ酷だな。これこそ悪夢だよな。はい、みなさん選んでもらったんで、はい、とりあえずバッサリ切ってもらおうかなって思うんですけど。じゃあ振られてください。はい、じゃあ大丈夫ですか、伊坂さん。はい、大丈夫です。お断りする言葉。お断りする言葉は、お箱のやつ。お箱の怖いな。今まで伊坂さんこれ言われた人みんなドキッとする。今日眠れるかな。じゃああと9秒8秒、はい、ピピになってから、一応ピピになってからあれだね、そうですね、発信しようね。今日エンディングもないかもね。エンディング3分だからね。はい、ピピになった。はい、なりました。はい、じゃあ行きましょうね。はい、読んでいきます。はい、はい、自分自身素直になるため彼女とお別れしました。これ以上悩んでほしくないので最後にします。僕はこの先もずっと明美さんが必要です。なので付き合ってください。僕が必ず幸せにします。気持ちを伝えてくれて嬉しいです。ただ気持ちに応えることはできないけど、ありがとう。あーあー、さすが土地ですね。でもなんか最後にありがとうを持ってきてくれると、うん、なんだろうな、悪い気しないよね男としても。まあなんか男前じゃない。あ、まあ、男もそんな感じじゃない、うん、なんかもしまあね、うん、気がある人じゃない相手からそうやって言ってくれた時に断る時って、うんうん、どんなですか、なんか石坂さん、なんか補足的なものってあります？まあ我々が女性の意見を補足したところで、うん、はい、単なる茶番にしかならないんで、はい、なんかあればなんかちょっと補足的なものも聞かせてほしいなっていう、はい、あ、やっぱり、うん、あ、これあれですか、先生と店長のこの答えに対して。あ、いや、なんですかね、今の断り方に対して、今の断り方に、そうそう、断り方に対しての補足欲しいですね。あ、でもやっぱりあの、はい、バッサリ無理ですっていうのはやっぱ相手にもちょっと酷なので、うん、でやっぱ気持ち伝えてくれたことは本当にありがたいし嬉しいじゃないですか、そうやって思ってくれてるってことは、はいはい、なので一応ありがとうは言った方がいいのかなっていう、一応まあ嬉しかったよっていう気持ちも伝えた方がいいし、うん、まあ、一応ありがとうっていうのも言った方がいいのかな、うん、でもただやっぱり気持ちには応えられないからそれも伝えないといけないし、うん、みたいな、うん、
そこでバッサリは切ったりはしないんですか、はい、なんか突き放すようななんていうんですかね、もうちゃんと終わりにしようと思うから、はい、なんか突き放すようなあっさりした言葉を投げかけるっていうことはあんま女性はしないんですかね。あ、無理とか。それ言われたら俺ガンガン落ちるから。例えだよ。例えね。それぐらいの、まあ、それぐらいもうバツンと切るような。そうそうそう。あ、そこまではちょっと私はまだできないかもしれないですね。まあなんかそれこそ相手の息の根をね、とどめを刺すんではないけど。どうなんだね。告白する側からしたら、はい、告白 される側、あ、下側からしたら、はい、どうせだったら断られるんだったらバッサリ言った方がいいんですか。でも石坂さんの答えも結構分かりやすいじゃないですか、うん、あ、もうダメなんだって一応分かるから、うん、あやふやなやつが多分困るよね。そう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 、あれっていう中途半端な回答が一番 NG なんですよね。例えば多分この、気持ちを伝えてくれてありがとうで例えば終わるじゃないですか、はい、会話が終わったら多分モヤモヤしたまま多分ずっとあれですよね、うん、例えば、うん、とかなんか、うん、ちょっと時間をとか、まあなんか待ちの時間、うんで、まあ、もうこれって会うの会うか会わないかもう分かんないじゃないですか、うん、やっぱ今すぐやっぱある程度の答えを求めてるから、うん、だからそれをなんかちょっとなんか濁す感じで時間くださいみたいな、くださいとか、ちょっとこっちも真剣に考えたいからって言われるのは、うん、どうせ振られるんだから、うん、期待させないでほしい。あ、そこなんだ。鼻からも断るつもりだけど、うん、そういう人もいる。これは鼻から断るシチュエーションですよ。あ、いやだからそういう人いるのかな、うん、だからいる。断るつもりで決定してるけど、うん、もうあれでしょ、もうまあ、その場では、うん、あ、ちょっと考えさせてくださいみたいな感じで言うってことでしょ。そう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 。だから要はそれは相手を傷つけないために即答してしまうと、なんていうかな、直で嫌いですよって言ってしまってるから、ちょっと断るのは決めてるんだけど、うん、でも断り方が思いつかないから、うん、その場は断らないで一旦持ち帰らせてみたいな、うん、でももう自分の中で答え決まってるんですよ、うん、なんかこういうなんかずるいのはダメだねっていうのをちょっと言いたかったんですけど、これが本当に迷ってるんだったら、まあ、いいと大丈夫です。でも、うん、その傷つけるからとかっていう理由で本当は気持ち決まってるのに後回しにするのはずるい、うん、それはずるい、それは分かります。それをなんか思わせぶりですよね、うん、俗で言う、うん、それは思わせぶりですね。やっぱりなんかそれでもし振られても、うん、一旦持ち帰られたから、うん、やっぱ自分のことどっかで思ってくれてるんだろうなって、うん、多分男性感じがするんですよ。告白してる方は思うんだよね。一回持ち帰ってもらってるってことは何かしらの脈があるって思うはずだから、うんうん、最初からダメだったら、うん、中途半端ななんか行為はしないでっていうね、うん、ちゃんとごめんなさいって言ってもらった方がすっきりするってことね。さっぱりするよね、うん、なんかねそういう感じです。時間過ぎてるの大丈夫みんなうんうんして大丈夫ですか、はい、じゃあもうこれで終わりにしましょうね、はい、はい、来週は来週の風が吹くでバイバイ、はい、バイバイ